はい、バンブーです。この度チャンネル登録者が1000人超えました。イエーイ、ありがとうございます。ということで、1000人いった振り返りをしてみようかなと思います。まず私が最初に動画を上げたのが、2018年2月3日ですね。スタンドアウトっていう VR 版の PUBG の動画を上げました。そっからだいたい7ヶ月ぐらいで、1000人ようやく到達しましたね。最初の頃は VR 動画を上げてました。PUBG やった後に今度 VR 版のマインクラフトみたいなやつやって、でそっから、リムワールドっていうゲーム上げてますね。でこのリムワールドが意外と面白くって、結構動画を上げました。まあ、ただこの辺はまだチャンネル登録者数一桁台の頃ですね。なので、再生数もですね、動画によって、まあ、今はちょっと違うんですけど、当時の場合はね、1週間で10再生ぐらいだったんですけれども、でリムワールドやってる時に当時の私目線で一つ動画が、ちょっと伸びます。それが無限化学反応炉を取りに行くっていう動画なんですけど、これが謎に伸びたんですよね。まあ、伸びたって言っても200再生ぐらいかな、その時で。で、あ、伸びたなぁと思って、で、その後の動画からちょっと模索します。あの動画はなぜ伸びたんだろうか、みたいなところを考えて、あ、きっとリムワールドって攻略系の動画っぽいのが伸びるんだろうなと思って、次にまた取りに行くシリーズ、珍しいアイテム取りに行くシリーズをやったら、また100再生超えたんですよ。それぐらいいったから、あーなるほどなーと思って、まあ、この辺で、登録者がだいたい20人いかないぐらいになります。でその頃なぜかニーヤオートマタとかフォレストとか、謎なゲームを上げるんですが、再生数が伸びず全て速攻打ち切りをしますね。でこの頃は、リムワールドともう一本何か動画を上げようと思っていろいろやってみるんですが、いろいろ失敗をし続けて、でそこで、シティーズスカイラインズに出会いました。ここで、シティーズスカイラインズ全然伸びませんリムワールドの方が再生回数多いです。と言ってもこの頃の再生回数がだいたい1動画30再生ぐらいですね。で、シティーズスカイラインズがだいたい10再生ぐらいみたいな感じで、あ、結局ダメだなと思ってたんですけど、ちょっと今まで、動画の打ち切りをしまくっていて、これもしかして最後までやった方がいいんじゃないかなと思って、最後までやるわけですよ。まあ、結果変わらず伸びないまま、終わりを迎えて、で次フォレストじゃないや、フロストパンクっていうゲームを始めて、これも、リムワールドのサブ的なイメージで上げてたんですけど、というかもう若干この頃リムワールドも飽きてきたというか、リムワールドって結構何も起こらないゲームなんですよね。3時間取って取れ高3分みたいな感じでちょっとやる気が失せ始めてて、でフロストパンクに手をつけて、でフロストパンクの最終回のタイミングで急にシティーズスカイラインズの動画が伸びたんですよ。1600メガワット高出力ダム発電の作り方、その頃もやっぱり1日10再生とかそれぐらい、10再生もあったかな、10再生はあったか、10再生ぐらいの時に急にこの動画がぐーんと伸びてきて、最初1日200再生とか300再生とかされ始めて、おおっと思って、このタイミングでシティーズ上げなきゃと思って慌てて企画をして急遽、初等開発シリーズを始めました。でこの頃が、多分チャンネル登録者数40人いってないぐらいの頃ですね。でこの1600メガワットのおかげでガンガンチャンネル登録者が増えていって、ただ他の動画はそんなに伸びなかったんですよね。多分100再生200再生ぐらいで、まあ前に比べたらすごい伸びてはいるんですけど、まあただその1600メガワットの動画のおかげでチャンネル登録者数がこの頃100人を超えます。で次に伸びたのがこの島に入り口しか用意しなかったら衝撃的な結果に、すごいこう YouTube っぽいタイトルにしてみたらゴーンと伸びて、これサムネ自体はほぼ文字だけみたいなやつなんだけど、これが異常に伸びまして、今でも私の動画の中で一番再生されてるんですけれども、あ、これ多分衝撃的な結果 にみんな弱いなと思って次予想外の結果にっていうのでタイトル出したら、またこれも伸びて、
この隕石でダム作ったら予想外の結果にシリーズじゃない、この動画はかなり狙った動画だったんですよね。実はこの頃になるとようやくアナリティクスっていう YouTube 動画投稿してる人はわかると思うんですけれども、どの動画が何再生とか、と年齢層とか、どうやって見に来たかとかいうのがわかる、そういう便利ツールがあるんですけど、ようやっとこの辺りで機能し始めるんですよ。これもともと再生数少ない時ってかなりデータ量が少なくって、なんかチャンネルの視聴者してる層が男性 50% 女性 50% みたいな、いやそんなことないだろうと思って中身見てみると男性1人女性1人みたいなもうなんかクソの役にも立たないみたいなやつがようやく機能し始めて、いろいろどうやったら動画が見てもらえるかっていうのが分かってきて、シティーズで検索で入ってきてる人たちが隕石、津波、ダムだったんですよ。あ、これ来たと思って隕石とダムっていう2つのキーワードを乗っけて、しかも予想外の結果にみたいな YouTube っぽいタイトルつけたら、まあ、これは意図的に伸ばせた動画になりますね。ここら辺まで来てもうほとんど私のチャンネル登録してくれてる人がシティーズから入ってる感じになってきてるので、そのまま続行で今の孤島開発につながっていってるっていうような、そんな歴史をたどっております。まあ、今あとサブでトロピコとユニバーシムを上げてますが、まあ、これはなかなか振るわない感じにはなってますね。とは言っても昔の自分から考えてみたら1000再生もされてればマジ超すげえって感じなんだけども、孤島開発に比べると大したことないかななんて思ってます。まあ、ただやめるかどうかはね、微妙なところではあります。どうでしょう、シティーズじゃないや、ユニバーシムとトロピコの需要はありますかそれと逆になんかやってほしいゲームとかありますかね。あってもしそれが、まあ、俺目線結構楽しそうだったらやってみたいなとも思うんで、もしなんかやってほしいゲームとかあったらコメントにお願いします。そんなところで私の登録者1000人までの道のりは以上ですね。さあここから、コメントを軽く本当軽く返していきたいと思います。ですね、昔私がバンブーってどんなやつでコメントをしてくれたら返しますって言ったのにもかかわらずまだ返してないコメントがあるので、今せっかくなので返そうかなと思います。見ている YouTuber はいますかっていう質問なんですけど、正直言うとほぼ見てないです。ただ、ゲーム実況を上げて、シティーズスカイラインズが伸び始めてからいろんなゲーム実況者のサムネと再生回数だけは見るようにしてます。内容までは見るとなんか逆に被ったらやりたくないなって思っちゃうし、なんか喋る言葉とかがなんかそっちに寄っちゃいそうな気がして、なるべくというかほぼ見ないですね、中身は。あともう一つコメントで結構多いんですけど、マップどこにありますかっていう質問が結構多いんですけど、普通にSteamのなんだっけコミュニティからダウンロードしてます。検索方法、検索ワードはアイランドで調べたらすぐ出てくると思いますんで、逆に言うといろんな、島のマップが出てくるんで、興味のあるマップをやってみたらいかがでしょうか。あと孤島開発シリーズでついてるコメントで多いのが、陸を上げろって陸地を上げろって言ってる人が多いですが、お金がかかるので嫌です、絶対上げません。あとなんか他にも答えてほしいなみたいな質問あったらツイッターでしてくれると助かります。ツイッターの方がすごく返事がしやすいので、ツイッターをぜひフォローして、聞きたいことがあったらツイッターで質問しよう。よし、じゃあ次、チャンネル登録者数1000人超えると広告がつけられるようになりますというお話です。広告をつけて、まあ、動画を見てもらってそれで広告を見てくれることで、私にお金が入るようなシステムが、ようやく使えるようになります。もちろんですが広告はつけさせていただきます。なので、皆さん頑張って広告を見るなり邪魔なら飛ばすなりしてください。ただね、まだね申請中で、まだ YouTube に審査してもらってる状態なんで、いつから広告がつくかは私も分かりません。まあ、広告がつき始めた時は、おめでとうという気持ちで見ていただければ嬉しいです。言いたいところはそんなところかな。あと次に、私のチャンネル、どんな状況にあるかお知らせします。もうなんか株主総会みたいになってるね、視聴者総会が始まっておりますね今ですね、最近はですね、
だいたい視聴回数で言いますと、まあ結構振れ幅はあるんですが、少ない時で5000再生ぐらい、多い時で1万再生ぐらいみたいな感じになってますね。なので、毎日、平均するとだいたい皆さんの時間を1ヶ月ちょっとぐらい、奪っているような計算になります。ここはもうちょっと皆さんの時間をね奪っていきたいなと思ってます。次、視聴者維持率、まあ、だいたい皆さんが、一つの動画に対してどれぐらい見ているかですね。だいたい6分半ぐらい見てもらってます。動画の時間から考えると、まあ、半分ぐらいは見てくれてるのかなって感じで、だいたい動画の真ん中ぐらいまでは見てもらえているような計算になりますね。まあ、実際は、波を見てみると、はいバンブーですで、だいたい3割ぐらいは人がいなくなります。でそこからスススッとじわじわ減っていってというところでの段階で、見ている人の9割が見ていないことになりますね。なのでということでの後に大事なことを言ってもみんな聞いていないということになりますね。皆さん動画は最後まで見てください。まあ見なくてもいいんだけど、あの気になるところを見ながらポンポン飛ばしながら見てくれれば大丈夫です。次、ユーザー層、まず男女の比率です。さあどれぐらいを予想してますでしょうか。私はびっくりしているのが女性が意外と多いことですね。なんと全体の 5% が女性の視聴者でございます。当初の予定というか、もともと動画出して、見てくれる層って多分考えながらみんな動画出すと思うんですけど、出してる人はほぼ 100% 男性だろうなと思ってて、まあ多くて 98% ぐらいまでが男性で 2% 女性ぐらいになるかなと思ってたら、なんと 5% も女性が見てくれてますね。ありがとうございます。で、年齢層なんですけれども、これは狙った通り言ってて、25歳から34歳の男性が一番多くなってます。次に18歳から24歳で、その次には35から44歳と。で、17歳以下はあんまり見てない。でもちろん55歳以上もあんまり見てない。まあもともと動画を上げる時のターゲット層っていうのは、なんか大人になってゲームやる時間がなくなって、FPS とかオンラインゲームでの対戦ゲームも、時間がなくてあんまり強くなれなくてちょっと萎えてて、でもゲーム好きだしなと思ってシミュレーション系のゲームにたどり着いた人をターゲットにしてます。めっちゃ狭いと思うけど、まあ、ここがターゲットです。見ている方の中でまんまとそのターゲットでハマっちゃってる人はいますでしょうか。多分多いと思うんだよね。多いっていうか、まあ、元々シミュレーションゲーが好きな人と、あとなんか対戦ゲー系がちょっと時間取れなくて、もうなんかめちゃくちゃ時間かけて上手くなってる人に全然勝てねえわ、もうめんどくせえってなってる人が結構多いと思うんだよな。まあそんな人たちをターゲットにしてるんで、まあ狙った通りの年齢層に見ていただいてますね。あとどんな端末で、みんなが視聴しているのか、だいたい半分が携帯電話で見てますね。これも狙い通りです。っていうのも私の動画いつも朝7時に上げてます。これも狙いがあって、朝の通勤時間に、新着動画が上がるような感じにしてます。やっぱり携帯を触るのって通勤時間か、またまた家に帰ってきてからゆっくりしてる時だと思うんですけれども、ゆっくりしてる時っていうのは、いろんな実況者、ゲーム実況者だったりとか、まあ、あと他 YouTuber とかがこぞってやっぱり上げ始める時間帯なので、めちゃくちゃ埋もれると思ったんですよね。基本的に登録者数が多かったりとか再生回数が多くないと YouTube のトップページに上がってこないので、きっと見てもらえないだろうなと思って朝上げてます。で、あとみんな夕方に上げるんで、もし登録、チャンネル登録すると、チャンネル登録した動画のページみたいなのがあると思うんですけど、そこに一番上に載ってる時間がおそらく私の動画は長いんじゃないかなと思ってます。朝上がって一番上にいつつ、夜になるまでずっと一番上にいて、夜になるとめっちゃ下に落ちるっていうような感じになってると思います。まあ狙いはそんな感じですけど、何時に見ていただいても全然構いません。そんなところでしょうか。こういうデータをお話しする機会もないし、多分みんなも聞く機会がないと思うんで、ちょっと喋ってみました。で、まあこんな話を最後の方にしているのも、まあ多分ここの時間まで見ている人たちは大体いつも私の動画を最後まで見てくれてる方たちなので、さらっと見勢は多分ここまで動画を見てないと思うので、まあこんな深い話をしてみました。私自身こういうデータで
動いていくっていうの結構好きなんで、まあ、基本的にはかなり適当な性格ではあるんですけれども、こういうデータを見てね、どんな動画がみんな見たがっているのかが、少しでも分かれればななんて思っております。まあそんなところで、この動画の最後の方まで見てくれてる方は、いつも最後まで動画を見てくださってる方だと思います。本当にありがとうございます。まあ、もし、ここまで動画を見てくれてて、かつ、チャンネル登録をしていない方はぜひお願いします。まあそんな感じで、終わっていきたいと思います。多分この動画はね、視聴回数伸びないと思うよ俺は。そんなところで動画見てくれてありがとうね。じゃあね。